さあ、よし。と、じゃあここにこれを使うの？こんな感じでいいかな。はい。いやいやいや、しかも夜。よし、こいつを使ってコッパみじんにするよ。なんか思ってた方法と違う。いや、それが一番楽な方法だとは僕も思うけど。思ってた方法と違う。考えることが物騒というか大雑把というか、せめて失敗の巻き添えを食わないよう気をつけないとな。うん。そこ、ごちゃごちゃうるさい。夜中に集まってくれてありがとう。行くぞー。事件だよ。もううまくいったでしょ。簡単じゃん。大惨事にならずに済んだら。ライザに使者上出来だな。瓦礫だけなくなるとか奇跡だね。どうしてそう回りくどい言い方するかな。素直に褒めなさいよね。何やらすごいことがした。俺はそれはね、どうですか、邪魔なガラクタがこの通り綺麗さっぱり片付きましたよ。なぜ綺麗さっぱり片付いたのか。おー、多少焦げてはいるが確かにやりおったな。石ころ一つ残ってないとか意味がわかんないからね。見事だライザリン・シュタウト君、二つ目の課題も合格だな。あなたたちの反応も普通すぎて怖いよ。もうよかった。あ、でも二つ目ってまだ課題は終わりじゃないのね。うん、親ってのはそう簡単に子供を認めちゃくれないのさ。もう雨漏りの修理でも壁の塗り替えでも何でも来いって気分だね。そんなこと言われた言ったら頼まれるかもしれない。ほう、錬金術というのはそういうのもできるのか。錬金術を何だと思ってんだ本当に。バカ、余計なこと言うな。本当にやらされるだろう。あった、遠慮せず何でも雑用受け付けたらどうだ。それで村の連中にいい顔もできるだろう。うん、お前は黙ってな。俺たちのやってることが雑用だってのか。片付けが雑用でなきゃ何なんだ。父さんにお前らを推薦したのは俺なんだぞ。少しは感謝してほしいな。え、そうなの？何なの本当に、ツンデレなの？何なの？お父さん、この課題ってそういうことなの？本当に嫌いだったらそんなことしないよね。別に雑用でも構わないわよ。実際に役には立ってるんだし、むしろ私の錬金術のアピールにご協力ありがとうございますって感じ。うん、ち、泣き惜しみって言いながらさ、だって協力してるとしか思えない。あれかな、失敗するのを期待してたのかな。どっちが負け惜しみだよ。ざまあみろ。ん？何がどういうことですかな、ルベルトさん。うん、どういうことですかな。さて、子供同士のなんということのないじゃれ合いでしょう。ん？それでは我々も戻りますかな。うん、どういうことだったの今の。お父さん、お父さん、うんと、で次は、うん、情報探索などをしてアトリエで一日待ってみる。この宝石はどんな性能だったっけか、うん、とりあえず綺麗だから集めよう。わからないな。なんか違うやつがいるね、あいつあいつ。ああ、この子が追ってくるな。なんだっけ、魔法ダメージ与えてくれ。魔法ダメージはスキルだったかな。はい、うん、アイテムを使ってよ。アイテムクラム。よし、うん、これくらい当然だ。そんなわけで、はい、ああ。強いやつ、強いやつ。そこ、
これスニークアクションって何だったかな。一気に畳みかけるよ。はい、AP を使ってなんかできるんだったっけ。これならどう。よし。さあ、どんどん進もう。よし。てい。やあ。ああ。タイミング合わないな。入ってみ。あ、でもなんか今もう CC だっけ。コア、コアチャージ?コアチャージがもうないね。で、このコアチャージっていうのが、なんかアイテムをこう、これでコンバートができるらしい。で、魔法ダメージって AP かなんか使ってる?お?あ、AP 使ってるわ。おー!かっこいい。うん。光の。光の雨です。ダメだ。早い。一応スイングをしてるんだけど全然当たらない。そこ。あ、もうコアチャージはないままで回復しないんだね。そっかそっか、回復しないのか。大丈夫かな。アイテム使って。そこ。アイテム使えないんだよ。じゃあまあこう、これさ、コンバートって、あ、長押しなんだ。へぇ。はぁ。まぁ、あ、こんな感じでね。こんな感じでね。ちょっと初めてしてみたよ、コンバート。まぁ、あ、でも、そうなってくると、やっぱりいっぱいアイテム、同じのいくつもあってもいいな。でも多分これくらいの敵だったら魔法だけでいいんじゃない?おー、コンバートしてるってある。あ、待って。こらこらこら。ああ。ウニがなくなってるの?もうなくなってるんだね、これ。AP を使って魔法とかを使う。光の雨だよ。はい。うん。光の雨だよ。どんどん進もう。え、でも十分な気はするね。よし。と。やあ。と。でかくない?戦わないと。私間違えたかもしれない。間違えたかもしれない。これはやばいのでは?大丈夫か?大丈夫かな?オッケーオッケー。はい。なんだっけ?魔法!魔法!多分一回倒してはいると思うんだけど。うん。ちょっと待ってね。待ってね。回復も入れていきながら。うん。痛いな。痛いな。これタクタクするメル。自分でなんとか。うん。回復して。そこ。痛いな。行くよ。ダメだよ。これなんか使っていかないってどうしようもないな。そこ。行くよ。フラム。そこ。よし。ほらよ。あ、これがなんか怒ってる時は帰れないんだね。変えて、これで、コンバートしまして、コンバートした。なんか使います。あ、間違えた。あ、レベル4と、なんだ、なんだこれ。ならどう。これで、そこ。うん、もう一丁、もう一丁行くか、フラム。そこ、行くよ。でもこれレジストってなってるね。頼んだ。ああ。はあ、即死。ダメだった。ああ。お、大暴れ。ちょっと。あれはきついぞ。もうちょっとだったのにな。とりあえず。ウニつくとくか。どこに入れようかな。うーん、やったできた。
え、何が弱点なんだろう。おっと時間が経ちました。あれ、クラウディア？いやー、強かったな。一回倒した気もしたんだけど、違ったかな。こんにちは、ライザ。今はいないよ。でも、なんでここに？っていうか、一人で来たの？なんか新しいアイテムが欲しいね。うん、ライザにフルートを聞いてもらいたくて。それに私も私たちの隠れ家を使いたかったんだ。ここは隠れ家？クラウディアも分かってきたみたいね。その心意気に免じて、お父さんには黙っててあげよう。ありがとう。黙っててあげよう。それじゃ、早速フルート聞かせてよ。もうね、気を取り直して、なんか頑張っていきたいね。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。うん、すごくいいよ。前より肩の力も抜けてるし、みんなへのお披露目ももうすぐかな。それはまだ早いかも。そう、入るぞ。おお、二人とも来ていたのか。ああ、おかえりなのかな。遺跡の調査、お疲れ様です。あれから、あの魔物は？あの魔物は？この近くにはいないようだ。一応いいことではあるんだが。ならよかった。クラウディアが気楽に来られるように、安全は確保しておきたいよね。そいつをこっそり吹くためにか？あ、これは？別に隠す必要はない。最初に会った時も楽器ケースを持っていただろう。え、二人ともクラウディアのフルートのこと。私もフルートっぽいってね。ああフルートなら旅先でも見たことがある。別に言い立てることでもないと思う。やっぱあのケースはわかるんだね。そうなんだ。人目につかないようにこっそり練習していたというわけか。お父さんには秘密にしておいてくれると助かります。それが大将を離れて森に入り込んだ理由か。確かにここなら誰にも知られずに練習できるな。お父さんだけじゃなくてボースに見つかっても何言われるか分かったもんじゃないしね。ボース君って私にも意地悪するのかな。どうかな。するする。私たちが嫌がることなら何でもね。お父さんに秘密にしてることももし知られたら。それで聞くとすごく性格が悪い子だね。あまり友達のことを悪く言うもんじゃないぞ。友達？あんなやつ友達なわけ。友達というか幼馴染みたいなね。リラ、もう一回りしてこよう。あ、それじゃあな。それじゃあ私も戻るね。聞いてくれてありがとう。どうしたものかね。ツンデレ疑惑のあるボースくん。そしてそして次は、ライザーはまた村の中の様子も見ておこうと考え、気が向いた時に村の中心に行ってみることにした。とりあえずこれを作ろうか。どこに入れようか、これにしようか。よし、HP 強化。うまくいくかな。で、作ってみたと。悪くないんじゃないかな。これかな。素早さは下がるけど防御力が上がる。ディフェンダー1上がってサポーター。だったらライザちゃんじゃない方がいい。ディフェンダーは遠くな気がするな。だからなんか全部上がるじゃん。ちょっとじゃあやっぱ新しいところ行かないとダメなのか。素材的には。だからこれの先とか行けたらいいかな。行けるのかな、そもそも。
まあそんな感じでちょっと一旦休憩をしましょうかね。かね。